4日、プラザ万象で3年ぶりに新春市民交流会が行われ、集まった市民が新年の挨拶を交わしました。交流会には行政関係者や企業、各種団体の代表者などおよそ400人が参加しました。新年の挨拶に立った淵上孝信市長は、昨年末、政府より原子力発電を最大限に活用する方針が示されたことに触れ、地域経済の停滞と人口減少の要因でもあった原子力発電について、ようやく一筋の光明が見え始めたと述べました。まちづくりについては、来年春の開業に向けて工事が進む北陸新幹線敦賀駅舎新築工事や、昨年9月にオープンしたオッタ、国道8号線の2車線化により新たに生み出された歩行空間、歩行道の指定や、敦賀の食のブランド化などを例に挙げ、市民と共に種をまき、育ててきたことが、今、目に見える形で豊かな花や実をつけ始めてきている。残された任期においても、敦賀市を一歩でも半歩でも前に進めたいと抱負を述べました。敦賀市議会の馬淵清和議長は、北陸新幹線敦賀開業に向けて、敦賀の資源の魅力を最大限に高め、温かく迎える準備を加速していかなければならないと述べました。また、原子力政策については、国が前面に立って正しく国民理解を進めるよう訴えたほか、原子力発電所を受け入れ、長年にわたり共生を築き上げてきた立地議会として、しっかりと声を届けていきたいと抱負を述べました。高木剛衆議院議員は、長野県での知名度不足を例に挙げ、今年を飛躍の年にするには、多くの人に新幹線が敦賀に来ることを知ってもらうことが大切と、認知度向上の重要性を呼びかけました。最後に、敦賀商工会議所の奥井隆会頭の温度で万歳三唱を行い、今年1年の飛躍と発展を誓いました。